今日も湯船に浸かりましためっちゃ鼻詰まりうんキムさん、ガウさん、ミャーさん、ミッチさん、シンタロウさん音速のキコイシさん、カオさん、オッチョさん、ケンさん、イージスさん、馬車さんカスシさん、スイバラのアカディさんこんばんはスイバラのアカディさん、だるまありがとうございます ずーちゃん、たけさん、とろねおさん、けいちゃん、さとしおんさん、ぽこさん、こんばんはけんさん、おんぷ、ありがとうございますそう、あったまった、湯船にちゃんと使った体調悪いね、配信ありがとう、眠いしないありがとう、全然なんかね、でもね、具合は今はそこまで全然悪くなくてやっぱなんか熱がね、ちょっと上がると多少辛いけどまあでも言うても微熱だからずっと なんかあの8度とか9度とかの時みたいな辛さはないみたいなうんと「かジェイさんこんばんは音符ありがとうございます」「けラスさんシンクレアさん箱おしぃさんこんばんは」ね「ね風邪だねきっと」「さとしおんさん音符ありがとうございます」「すえんさんひささんこんばんは」「入浴剤は実家とかでは使ってるけど」って感じかな私は別に「入れたくない」とかじゃないけど「あの自ら買って」とかは使わないかも。 マスルさん、やけるさん、タオルリボンの高るさん、こんばんは。体調大丈夫っありがとう、そう、あのー、今はね、まあまあです。<laughs> 元の体温が低いと37度台もつらい。いや、ほんとそうなのよ。私、6度8からもう熱換算なんだけど、私はね。あのー、平熱が35度台で結構低いから。 もう7度とかあるとまあ普通に熱かなって感じなんだけど世間的には微熱じゃん7度なんてももちさんえにょさんマッティさんこんばんは大丈夫だよ大丈夫だよえにょさん星のステッキありがとうございます誰だ37度とか言ったやつ <laughs> 手あげてください本当に今ね体温測ってるさっきあのー 薬で熱下げた時は6度6とかだった豊さんこんばんはえっとね昨日夜ぐらいからずっと微熱があってなんか解熱剤飲んでやっと6度台いくぐらいみたいなでもだからってめっちゃ上がってるわけでもないみたいな8度とか9度とかもないみたいなドリーマーさんこんばんはイーストさんこんばんは で今お風呂上がりでアイス食べてます私の体調不良の時の音もパピコタコボズさんこんばんはも,もちさんハイビスカスありがとうございますアナケンさんこんばんは柴木さんこんばんはえっ、ー、とマイク音符ありがとうございますも,もちさん星のステッキありがとうございますめちゃくちゃ鼻声ないよあまなったでもねあったまったから熱ない気すんだよね今6度 5! イエーイ下がる下がるこのまま下がってくれなんだルで抑えてくありがとうアイスねなんか風邪ひいて食欲ないなって時もパピコは割と食べれるかも私熱高くなったりリンパ冷やして効率的にありがとうねそうあの冷凍庫がさ <laughs> 開いてなくて 氷枕っていうかあのアイスのんがあの冷凍できず冷蔵で頑張って冷やしているでもまあないよりマシかなって感じキツネさんこんばんはみやびさんこんばんはいや痛いところは特にないかな喉もね別になんかちょっと前まで痛かったんだけど痛くもなくって感じ36歳になるとねパピコ いいな <laughs> まだあるよ今やっと1個開けたばっかり2個買ってきて今1本目だからあと3本あるようん <laughs> 18度に関してはもうさな何何の18度なの <laughs> コロナ禍だときマジでマロの言うパピコイコールお友達時間えでしょ意外と食べれるよね小つねさんこんばんは。 38度を超えないと自分が風邪なんて認知症いやでもそうだよねだから一般的にはそうなんだろうなって感じモーコンさんこんばんはマイクありがとうございますバンフィーさんこんばんはね油断体的本当にちょっと下がりきるまであの安静に確かに肉で冷やすあの最悪ね BPM188 さんこんばんはキツネさん音符マイクありがとうございます オレオズさんこんばんはそうなの治りかけね油断しちゃうれ18度って冷房の <laughs> それは寒いでしょ伊賀の内丸さんこんばんはイーサさん音符ありがとうございますハラちゃんさんグッドありがとうございますむしろあれしか食べられなかったえそうまあもうコロナの時はそうだったなんか今はさあのまあそんなに熱がね高くないからあの 食欲ないけど食べれないわけじゃないのよなんだけど8度とか9度とか本当に高熱の時ってもう気持ち悪くなっちゃって全然ご飯食べれなくてパピコばっかり食べてたウーバーしてたかひろさんこんばんはワンフィーさん流れ星音符マイクありがとうございますうーんマジで昔は馬肉を果て熱とってたそうなんだ パピコ栄養あるえわかんないけど栄養っていうかって感じじゃない食べやすいあのミルクアイスとかみたいにくどくないけどガリガリ君とかみたいにさっぱりすぎないみたいなのがいいのかなわかんない。 シンクレアさんかわいいありがとうございます。ももちさん音符ありがとうございます。七色のニコさんこんばんは。ワンフィーさんハートもありがとう。そうあのコンビニのさあれねウーバーできるの。今日あのなんだっけさっきその熱下がったタイミングでコンビニ行ってきて。 でコンビニに熱冷ましトがあったから熱冷ましトも買ってきてでついでにアイス買ってきてヨーグルトとかも買ってきたしでも今日あの昼間とかまあ、夕方か夕方うんお昼前かお昼前に卵どうをね自分で作って食べたのよそうだからね食べれないわけじゃないのお豆腐さんこんばんはパピコ 栄養はともかか体冷えるし多少は水分取れるし多多少水分分取ねそうだから多分何も食べないよりはましって感じだと思う。多少糖分もね取れるしね。お豆腐さん、星のステッキありがとうございます。きつねさん、おっぱいありがとうございます。熱はね、今6度5でした。私の風のどから痛くて呼吸ぶしゃべれないんで、その時はこれ。ああ、こんにゃくゼリーとかね、いいね。ああ、スプーンでアイスすくる確かに 熱があるからねあの体冷やした方がいいエアコンもあの温度高めにしてつけてるでもあの布団はなんか普段タオルケットと薄いブランケット2枚で寝てるんだけどあの肌掛けをかけてる。 うん、確かにクーリッシュとかでも良さそう。せせりキムチ焼き。うま、ん、って、めちゃくちゃうまそう。なんかさ、ラーメンみたいなの食べたいんだよね、今。と思ってカップ麺買ってきた、一個。食べてないけどね、まだ。さすがにちょっと。今はあれかなと思って。元気になって食べたかったら食べようと思って。カップ麺買ってきた。 ラーメンとか久しく食べてないんだけどもとゆきさんテラさんこんばんは夏でも逆に暑いの食べてた柳家うーんおいしそううどん そう、でもあのなんだっけあれ食べた卵雑炊それはあったかかったよーよいしょやっぱ熱がさないと楽だよね多少ああ 本当に風風っっぽい風ばっかひいばかてやだ最近ほんとになんか体が弱くなっちゃってどういうこと年か <laughs> 何でもかんでも年のせいにすんのよくないね免疫がね下がってんですねご飯食べてんだけどなダメか。 よいしょ <laughs> うーんと金沢在住だったらウーバーで金箔ソフト頼んで <laughs> あの溶けてるんよそう家系のカップ麺があったからね買ってみたそんなのあるんだと思ったテラさんオ符ありがとうございますハイビスカスとマイクもありがとうここのところ実家に帰ったくらい時くらいしか食べてえそうてかなんなら実家帰った時もあんまり てないいぐらだかほんとここ最近はねマジで全然食べてないいつぶりあのあれかもいつだったかの帰省の時にパパと食べに行った経典が最後かもそういえば。 そう、卵はね、栄養あるよね。いや、ケイタマおソースだよね。KSK <laughs> さん、こんばんは。流れ星、ありがとうございます。1ヶ月前くらいにも風邪ぽく。え、そうだよ。もうね、ほんと定期的に風邪ひいてる。最悪。<laughs> その年で年を制するじゃん、ほんとだよね。ふ <laughs> みさん、こんばんは。うわ、地味に。 お昼ご飯家系ラーメンいいなぁいやマックスじゃないなんかねファミマの多分ファミマブランドみたいなファミマブランド何ていうの,あの,そのファミマのやつみたいなのであの家系ラーメンがあったのよ美味しそうだった白朗さんこんばんはハートありがとうございます塩分も水分も取れるから風邪の時のラーメンいいよねよくない <laughs> 急に食べたらさびっくりしちゃうかなと思って ひらがなんこんばんは。ってことはママのありがたみってたこと。こや本当にねもうあのママがさよく作ってくれてたのよ私が風邪ひいた時とか熱出した時に卵雑炊よく作ってくれててあのうちって鍋する時醤油ベースなのねだからその鍋のスープでそのまま卵雑炊を作ってくれるのよ。それがねほんとに美味しくて。 マジででで世界で一番うまいと思ってるんですけどそれを再現したくてママがいつも入れてるって言ってた醤油とてかあのうちはだし醤油使ってるから別にそれだけでいいんだけどこっちってか私の,一番私の家から一番近いスーパーはだし醤油が売ってないのであの普通の醤油と白だしとみりんをちょっと混ぜて沸かしてご飯投入して。 卵溶き卵を落として完成。もうすぐできる。超簡単。背脂は入ってないんじゃない醤油も送ってもらう。ねームーさん、コキンさん、こんばんは。キツネさん、レインボースター、ありがとうございます。ちょっと待って、やばい。山形隆さん、こんばんはって言ったかな。和弘さん、流れ星、ありがとうございます。ティンバルラさん、こんばんは。七色の縫いさん、誰も、まありがとうございます。 食食べたいっってて思えるるだけでも食欲あるってことはしないえそう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 食欲はねあるギリギリ思い切って食生活激減さ,れさせると体強くなるから毎食パクチーサラダつけるとかナス食べると <laughs> 食べることが嫌いになる多分。 新一さんこんばんはハラシンにだしシュう売ってるよ味紫っていう醤油がね大好きなんですけど売ってないんですよねこっち関東関東来て一番の衝撃だった待って味紫って全国展開じゃないんだと思って <laughs> ええと思ったもうびっくりした 痩せる前のワインの姿リプに何これそれ見て笑って元気だし見たっけえじゃあ見,見たらいいねそらすぐもう速攻見るねおジやのメーカーなのあれ新潟だけあそうなんだえそうじゃハラシンがねそもそもないからあ、心しんこっちでもギリあるかどうかってあマジかあそうなんだ なんだあポンシ本カンに言ってんだへえ九州のうまくちょうがないのとあ聞いたことないへえじゃないんだそうだからええと思って大好きなんです <laughs> 面白いっしょあー山崎醸造さすがだね 最近直近じゃないポストにリプしたかたあわ分かったかんこえであかりんさんが持つ大ダーリッチのバッグめっちゃいいな,なんどれだろうでも新しいやつかオータムウィンターだからマッツンさんこんばんはハートありがとうございます他のダッシュうゆとも違ういや分かんないけどあのうちがずっとそれだから馴染みのある味がそれって感じ むしろそれ以外のダッシだしを食べたことない痛っ目ひっかえちゃった爪痛あかりんさんが思ってたダーリチョバクトって何だろうかわい,いっしょリプで奪ぐるマまさ <laughs> すな砂砂 体調大丈夫そう今ね熱測った6度五だったから熱はないけどなんか喉鼻が治りきってなくてまあ熱もこのまま下がり続けてくれ下がり続けるっていうかその下がったままだったらいいなって感じ今日中はねずっとあの7度台って感じ7度3とかさ7度1とかなんかあの微熱って感じだった インスタ見てみようインスタに載せてた気すんだよね確かあほらこれって前のと違うんかなかわいすぎるでしょ 可愛い無理かわいすぎこのパニティかわいいよねめっちゃかぶるけど <laughs> <laughs> ダーリッチマジかぶるんだよねだから手出せてない。 みんな体調探してんのおもろちょ待って待って待ってどこ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 待て待って飛んじゃったまあまあ最近欲しいものある冷蔵庫 <laughs> えなんえないよ欲しいものえまあさ本当に最近物欲なくて真面目になんだろううんー え、な、え、逆に何って感じ <laughs> 逆に何がいいと思うって感じなんかそう、そういう質問の答え。<laughs> 明日も36度でいいじいや、本当にね、そう。ねでも可愛いよね。めっちゃバックね。アランさん、こんばんは。<laughs> 昔のバグラムだから <laughs>、まあまだ見れてないのよ <laughs>。しのりんさん、こんばんは。 こっちは昔のバグちうちくちょいちょちょ見れてない見れてないまだベンツジークラスがそれママねそれママね土地とかが、ね、みんなみんなあのさ本人めっちゃ真剣に考えてるのにさみんなみんなが適当に答えてるの。 ひろしんさんこんばんはちょまぁ、あ、これ配信終わんないと見れないからリップちょっと待ってよなんでみんなだけ先に見てんの <laughs> 逆に <laughs> やめてくれる先越さないでよ なんかさ、あのストラップなんかあの問い合わせたのこの前なくしたって言ったやつヒロシンさんえっ、ー、となんだっけマイクありがとうございます誰がおもしたんだっつかがるなどさくさに紛れて <laughs> 体調とはこの前の利上げで壇上に上がりまして <laughs> 共演夢の共演 お刺身さん音符ありがとうございますなんだ,だっけ、あ、そうそうこの前さそうそうストラップなくして電車の中か駅かどっかでであのー「電話してください」って言われたのそのお問い合わせセンターみたいなとこに電話しても全,全然繋がらなくてもう一生通話中なのね誠ジュニアさんこんばんはそうそれで あのー、まあしかなくそのさお問い合わせチャットみたいなとこからチャットしたのチャットとか問い合わせたの、ね、全然返事来なくてんえ全然返事来ないじゃんと思ってやっと来たと思ったら「ないです」って言われてえっ、ー、<laughs> ないどういうことと思ってなんかさ乗車駅とかさ降りた駅とかもさ全部入力するところあったからさ入力したのね だからさ、たぶんそこの間とかも全部調べた結果ってことだよねそれえっみたいなない <laughs> 嘘でしょと思って確かにね体調イベダンのつ引き強い確かにそうかもなんかさ別にさ整理番号とかも毎回違うはずだしさ てか、普通にあれじゃんあの番号とかもさ全部さあなんだっけランダムじゃんなのにさ毎回の乗ってる人いるよね壇上に <laughs> シャゴでも調べるはずなんだか何両目に乗ってたとかいやあそうだからその乗ってた時間っていうかそのさ最寄りに着いた時間と行き先と 何号車付近とかも言った。だけど、なかったって。ひささんバラ、ありがとうございます。そろそろ新兵隊になろうかなって気がしたろうね。ハンドクリームのやつやって。あ、そうだったね。確かに。懐かしい。もはや。さあ、フォロババォロ <laughs> おもろ。いや、わかんない。駅の構内だったのか。やけるさん。 えーと、星のステッキありがとうございますねえ拾われたんかな何なんだほんとわっカメニャンさんこんばんは今日は長岡花火大会いいな私も体調フォローしたいから探し <laughs> 苦いお茶を自ら飲みに行った上でハンドクリームしっかり当てた,たいそう <laughs> それでね私に無茶ゃぶりまでしてね <laughs> カさん、えーと、とハイビスカスありがとうございます拾ったからメルカリ <laughs> そう、大したもんじゃないんだけどな別にえてかさ今年さママとパパさ花火行ってんだけどさ去年さママとパパがコロナになったせいで私行けてないのにさ今年は自分たちだけ行くんだとか言って <laughs> 言っといた。 <laughs> あのお茶意外と皆さんの反応普通だったよね <laughs> えうんえ、でもねガチほんとばんの味だったの <laughs> だからなんかうーわーとかじゃないんだけどうわすごい絆創膏みたいな例の知り合いそうそうそう,そう私も行きたかったのにさ去年、うん、まあでも今年はねあれだからまあ帰ってたとしても私が熱でダウンしてたっていうね話なんですけど。 しかもさ去年さ夏休み期間中でさ確かさ実習のちょっと前だったので花火もあるからって言って早めに帰ってたのに全然看病して終わったわ <laughs> <laughs> えっちょちょちょあせ露ろが私せ露ろが飲んだことないんだよねじゃあばんそさ食べたことないけど匂いあるじゃん絆創膏の匂いってしっぽ味のルートビア え、あれでしょうなんだっけあのコーラみたいなやつな,なんだったっけあれやばい忘れたなんだったっけあこれかルートビアこれか合ってたわルートビアが名前だったわ <laughs> そう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 これはまあ比較的飲める昔特急列車の乗車券にのおかしたときは車掌さんが乗った駅に連絡してくれたりしてすかへえそうなんかなんていうのなんかね落とした時間が多分ね遅かったのもよくなかったんだよねまあいいんだけどさ <laughs> 花火見に行くとき浴衣着ていく いやあのー、その長岡花火はだいたいお友達のお家で見せてもらうねパパとママのお友達のお家で見せてもらうからそういう時は全然着ないかなあっヤケルさん「トロピカルジュースありがとうございます」そして「新衛隊6人目」ありがとうございます。 シェイロガンみたいな味というか何というかこうパソコンえだよねとにかくなんかちょっと薬っぽい味あったよね改札入ったとこに押してたらしいすぐ確かに <laughs> 確かに入場早々ってことだもんね今年は勤労だから悩んだんだけど仕事忙しくていけなかったですあーそっかそっかそうだよねあの時何で大きいハートポーズする流れになったんだっけ緊張して気づいた体調が え、違うなんかさあれさちょうどあの後ろ向いてた時になんか影になってて私とあやちゃんが先になんかしたのかなではうちらがハートみたいなのしててでなんかみんなでハートみたいな感じのこと言った気がするんだけど忘れちゃったしんいちさん小判ハートハートじゃないかな <laughs> つ,つられすぎだろバラ HP ありがとうございますタミヒさんこんばんはしんいちさんマイクありがとうございます ごちそうとか振る舞ってますえなんかご飯とかあんじゃないか持ち寄ってか長岡あたでよかったえそうだからさ外に見に行くってなったらきついよなって思う山形かかしさんハートありがとうございますベクめロさんこんばんはえっ、ー、と最近今有料だし知り合いのの家で見れるのめっちゃあえそう、そうそうそうよく見えるところはね有料だしでもめっちゃ近いのよ あの水道タワーの真下みたいなところなのお家がだから超よく見えるんだけど私は行けてないっていう落とし物ってそれなりに高価なものか大きめのものしか取っていでもさそんなにさめちゃくちゃちっちゃいキーホルダーとかでもないんだよ涙出るさっき村上さんこんばんはまあもういいやそうだよねニャンマーがハート作ってたからこっちもやっそう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  みんなでハートってなった気がする最後ここしゃんこんばんは <laughs> 確かに座るから浴衣確かに確かにだしもう地元のお祭りとかでも浴衣とかわざわざ着ないかな見せる人いないしうん なんかさ普通にさ浴衣着て祭り行くとかもさ暑いでしかないじゃん暑いし動きづらいし窮屈だしみたいなだからさそれなりのさその何て言うの理由がないともう着たくないって感じかなめんどくさいまあまあ可愛いいソフトクリーム何味えっとねこれ金箔ソフトで金沢に行った時に食べたやつ金箔ソフトで あのソフト自体はミルクソフトでしたでそこに金箔が乗ってるって感じもともと無料だった席も見やすいところあるのよね調整橋のたまへえそうなんだなんかさそこにあ違うそのお家以外で見たことないのよほぼ。 一回だけ高校の時の友達と行ったんだけどその時はねもうどこで見たかよく覚えてない歩きながら見たりとかした気がする親衛隊に見せるために着るえそうだから本当もう配信とかでしか着ないからその祭りに着ていくってことはないかな緊張してみんなの声も聞こえないそうそうそうねハートしたもんねいい思い出 楽しかったなイベこれじゃなになになにあ、二人がハート作ってたのも気づいてなかった <な>る <laughs> 馬車さんステージ慣れしてるのくさおもろぜひじゃあ次は演者側でお願いします <laughs> 客席から見守りますなぜかわかんないけど、ゴリップクの前に肩を思われたのに <laughs>。 懐かしい、なんで怒ってたんだっけあれどうしたんだっけわがえんちゃう誰が見るの <laughs> おもろ <laughs> そんなことやみんな来るよね まあまあが客席に行く必要ない <laughs> 僕彼女のイベントでもステージ行くからもう演者か <laughs> 演者だらけじゃんここ演者の皆様 今日毎日配信410だイエーイお刺身さんマイクありがとうございますお茶飲んだ時にスイッチ入って意地で苦くないですよって言ったな <laughs> 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 そう <laughs> 変なスイッチ入ってんのおもろい <laughs> 目覚めちゃったえー、ラーメン食べたくなってきたな今度はうまぁう 歌いながら客席練り歩いておひねいた <laughs> ちっちゃった歌いながら客席はさもうおもろあれじゃん演歌歌手とかじゃん410日かあの頃はまだ子供いやいやいや全然この410日のカウントはでも20去年からってことでしょモッチさん HP ありがとうございます。そうえ。そうえ。えー、スカイツリーも東京タワーも見れるコースビューのビューえ、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。そういうのいいね。素敵 もう一杯いけますね <laughs>。めっちゃおもろ。あれもう一杯いけるわ。結構さ、逆に心配になるんだけど <laughs>。ヘモチスターさんこんばんは。うばぐるまさんディナーショーのゲストでニャンマー来て、あ、呼んでいただけるんですか逆に。いいんですか会社の飲み会じゃなければ素敵なんだけど <laughs>、まあまあ、まあまあ、確かに。 インゲスト逆逆いや逆もおかしいめっちゃおもろいんだけど40分までやろうかな。 逆にまあまあがソえイベントやいやいやいや粉人粉メインが体調でニャンマウガ司会メインがニャンマウで体調ガ司会どっちもうさ体調絶対強制参加だのおもろいもう,もうどうしても <laughs> 苦いお茶どんなもんか飲んでみたかったうんなんかね 本当にマジなんかな、なんて言えばいいのほんとにあれって感じほんとに伴奏苦い伴奏功って感じだったちゃおもろい後者なら全然やる <laughs> えな何てお茶だったっけセンブリ茶とかじゃないんだよねなんか聞いたことないお茶だった空挺茶 かな確か買うの <laughs> 買うの苦いわそう怖ってかすごくない今このお茶の名前思い出したの読んでたからね私やっぱ口に出すことって大事だな ママに後で電話してラーメン食べていい,い,いか聞こうラーメン食べていいか聞こうってかラーメン食べていいと思うって聞いてみようなんか気づいたら壇上にめっちゃニワトリんだけど何 <laughs> <laughs> なんか1位2位3位5位にわトりなんだけど許可制え違う違う <laughs> なんかさあれなのママえダメママの言うこと聞いとけば大体間違いないから記憶力は半端えなんかね私ね声に出したり書いたりすると割と覚えてられるかもなんかただ黙読は無理。 全然覚えれないだから暗記系の授業とかあんまり得意じゃなかった暗記系の授業っていうかあの暗記系の科目のテストとかはもうひたすら書かないと覚えれないみたいな感じだったよ個人的には青老眼の匂いですああなるほどねじゃあまあまだって感じなのかなそうそう「空挺茶」ってそういう字だから「苦い」ってもう入っちゃってるじゃんっていうね 食欲があるならないえそうそう元気ではある鶏パイタンのラーメンええー、ようかくじゃあえ風風にもいいらしいから今もう漢方的なあれなのか飲むかじゃ <laughs> ないのよ飲むからとか言ってじゃあ俺の誕生日うわ待ってやけるさんの誕生日さいつだったっけなうわ待って えすごママの10日後って何で覚えてんのビーンさんこんばんは。 さんこね、ちょっと待ってめちゃくちゃ可愛いんですけどこのコメントにゃんまおにサインしてもらって愛ちゃんと話してる時絆創膏の味したねって言って愛ちゃんが苦かったねって言った時はうんって言っちゃった <laughs> なんやねんそのなんだそのさ平和な空間は癒し空間すぎるあ左右待ってええ鳥パイタんだよね ゆラーメン <laughs> おもろ <laughs> 薄い薄い鳥のみたいなね <laughs> もうさみんなほんとにあのやめてボケ渋滞やめてツッコミが間に合ってないから面白いねやっぱ元気出るわみんなと話してると。 やっぱなんかさ一人でさあのー、まあどうしてもさもう一人暮らしだからさその熱が出てようがねインフルだろうがコロナだろうがさどうしても一人でいなきゃいけないじゃんなんか誰かに移すっていうことがさ、まあ、基本的にはないから安心なんだけどその点ではやっぱなんか一人だとさこちょしょぼしょぼしちゃうのよそう元気が出る配信 すと治るっていでもそ誰かを犠牲にしちゃってるやん笑ってくれて嬉しいわよそのなんか本当センス笑いのセンスある皆さん映してもらいたい <laughs> じゃあちょっと来ていただいてすいませんが <laughs> 鳥さんはただのようです確かに <laughs> 確かにねちょっと出し取ったあとみたいなね40分だ とりあえず終わろうかななんだかんだ結構しゃったねまー、あ、ちゃんの風邪ならいくら <laughs> みんなう <laughs> つ、ね、しまくろうかなじゃあそんなこと言ってくれるならみんなもね本当に私みたいに油断してるとね体調崩しちゃうかもしれないので気をつけて私もあのー、さっさと直します ありがとうみんな。なんか短い時間でしかもラジオですみません。とりあえずは元気だし、みんなに元気をもらいました。ありがとう。ということで、おやすみなさい。みんな1週間お疲れ様でした。おやすみ。違う待ってごめんごめんごめん。ごめんごめん ごめん違う違うおやすみじゃなくてあのー、良い週末をお過ごしくださいおやすみ <laughs> またねありがとうドリーマーさんハートありがとうあやちゃんのルームでボケるとどういうことって言われて理解してもらえないときは滑ったと思うあもうもうこっちで全部拾います、はい、ありがとうございますガウさんハートありがとう <laughs> おやすみまずさありがとうありがとう with me